日本刀に魅せられ10年前にイギリスから日本にやってきたポール・マーティンさん。世界に刀の魅力を発信してきたポールさんは何より刀の持つ深い精神性に惹かれています。刀は侍のものでしたがね、でも侍の時期終わってからまだ日本と合います。それから日本人の魂じゃないと思って、日本人が津波あっても地震あってもいろんなものあってもまだみんな我慢してる、続いてる。刀も永遠に続けると思います。日本のシンボル。刀の強さは日本人の強さと重なるとポールさんは言います。